食料供給基地としての農業の発展のため、新規就農者への援助措置と価格保障、所得保障を実施します。青年の雇用において、正社員としての雇用採用を促進します。労働者派遣法を抜本改正します。企業が勝手に首切りできないよう、解雇規制法を国会で制定するよう運動を起こします。日本共産党は最低保障年金で掛け金に応じて上乗せする制度を作ります。財源は消費税ではなく所得税、大納負担で賄います。支給開始年齢の引き上げは契約違反です。まず減らさない年金にすることです。国保税はかなり高いです。国の負担を元に戻し、国民の負担を減らします。一枚の保険証で医療が受けられるようにし、医療難民をなくします。